どうしたの？それじゃあね。忙しかったのでエギルさんのお手伝いをしていました。みんな聞いて驚け、俺はついにやったぜ。俺が騒がずにいられますかってんだ。俺はついに念願のあいつを手に入れたんだ。見て驚け。ストレージの、わあ、あったあった、こいつは。待ってろよ、今オブジェクト化するからな。おいおい、マジかよ、こいつはフライングバッファローを英語に行く。
S 級食材じゃねえか。おう、もっと褒めてくれ。なになに？ S 級食材って何の話？あ、もしかしてこのお肉が？間違いないみたいね。うっそー！そう言われてみるとなんだか美味しそうに見えてきた。すごく大きいね。何人分くらいあるんだろう。そんなに？である上に A5 肉のドロップ率はレア中のレアです。もしかしたらアインクラッド全体でのファーストドロップかもしれません。マジかよ。つうことは本邦初公開ってやつか。俺にもいよいよ運が向いてきたってところだな。いや、運だけじゃねえな。素早く逃げ回るこいつを倒したこの俺の実力も相当なもんってことだよな。空を飛び回るこいつを倒すことがどれだけ難しかったか。まあ、コツをつかんだ俺にとっては今やそんなに難しいことでもないんだがな。まずこいつの出現ポイントを見極めてだな。身を潜められる場所を探すんだ。そして奴に見つからないようにじーっと待つ。もちろんそう簡単に奴が姿を現してくれるはずもねえ。そんなことよりこのお肉美味しいのかしら。そんなことってそりゃあんまりだぜシノ。まあいいか。んじゃ、噂じゃ絶品話ね。ということでさ、クライン、このお肉みんなにご馳走してくれるんだよね。うん、もちろんだ。ただまあさすがに全部ってわけにはいかねえ。売るつもりがないなら料理方法を考えた方がいいぞ。
しく食べたいですよね。この店でみんなに振る舞うってんなら場所は貸すぜ。あとはそこにいるシェフ次第だ。みんなで食べるならもちろん手伝うわよ。よし、決めた。ケチくさいこと言わないで残さず全部食っちまおう。準備に取り掛かりましょうか。ピーナ、まだ食べちゃダメ。ちゃんと料理してからじゃないと。材料は店にあるもので足りるだろう。肉が立派だからな、添え物程度で十分なはずだって。ああ、しまったな。どうしたの？何か足りないものがあるなら買ってくるわよ。すまない。じゃあちょっと行ってきてもらえるか。肉料理に合ううまいドリンクがあるんだ。場所はだな。ふーん、なら私も一緒に行っていいかな。なんかお手伝いくらいしておきたいし。行こうか。うん、でしたら私とシノンさんはテーブルメイクをしましょう。そうね、ただ食べさせてもらうだけっていうのも良くないわね。キリトはクラインの相手をしてやれ。このでかい獲物を持ってきた今日の主役様だからな。おお、そうだよ。なかなか苦労したんだぜ。何時間も現れるのをじっと待っててよ。おい、キリト、聞いてるのか？それであいつが出てきた時に素早く飛び出てバーン！今思い出しても会心だったな。その時ばかりは霧の字にも負けてなかったと思うぜ。
そこで俺はすかさず奴の背中に飛び乗った。そうして手にした剣で奴の首をガッとな。振り落とされる可能性もあったが、ここで逃げたら男じゃねえって必死で捕まって、テーブルでいい？ああ、それでいい。こっちもちょうど料理が一通り出来上がったところだ。ここからがまた盛り上がるとこなのによ。まあな。どれどれ。おー、どいつもこいつもすごくうまそうだ。さすが俺の英語肉。ステーキでしょう。それとシチューも用意してみたわ。あとはローストビーフにたたきだな。せっかくだから肉の味を堪能できるメニューを頼んだんだ。すごかったもの。でも人数も多いからお腹いっぱいにはならないかも。うわー、すげー豪華だな。さすが英語肉。ありがたくいただきます。あーでもクラインは相手を狩るコツをつかんだから、またいつでも手に入れられるんだっけ。このお肉をまた食べる機会があるっていうの？羨ましい限りね。まあな。でもおめえらは次いつ食えるかわからねえだろ。今日のうちに腹いっぱい食っとけよ。俺様はまたいつでも食えるから、今日はお前らが腹いっぱい食えって。どうともよ。いいに決まってるだろ。
男に二言はね。ただお前らが腹いっぱいになってもう食えねえって言うなら、その時は俺も食わせてもらうかな。料理も美味しそうだな。全部食べてみたいけど、一口ずつ食べるとかダメかな。その方がみんなが楽しめるかもしれないわね。ねえクレイン、それでもいいかな。好きにしてもらって構わないぜ。どうせならバイキング形式にしちまえ。やった！それじゃあいただきまーす。どれも美味しいです。特にこのビーフシチュー、私のお気に入りです。私はやっぱりステーキよね。いかにもお肉って感じの味がしてたまらないわ。私はこの肉のたたきが好みね。タレがまたいい味出してる。そいつとローストビーフのタレにはこの肉から出た肉汁を使ったみたいだぜ。たたきもいいけど、私はローストビーフかな。気が合うじゃねえか。俺もローストビーフだな。肉の味がよく出てる。同じだな。ただ今回のメニューの中ならシチューが一番かな。お野菜と合わせるとまた美味しくて。私もシチューが一番美味しいと思う。唾が止まらねえぜ。うるせえ。今回はお前らに腹いっぱい食わせてやるって決めたんだよ。だから腹いっぱい食え。そこまで言うからにはこっちも遠慮しないけど、本当にいいの？
どう？遠慮なんて無用だぜ。お肉はいいわ。というか、この味を覚えてる間は他のお肉なんて食べられそうにないわね。ごちそうさまでした。人数多かったからみんなお腹いっぱい食べられるか心配だったけど、大丈夫だったみたいだね。だそうだから、クレイ、残ってるものを早く食べちゃった方がいいんじゃない？残ってるものって、おめえらよ、あんだけあった料理をほとんど食べ尽くすとか。ステーキが一切れだけか。まあよかったじゃねえか。この肉を味わうならそいつに限るぜ。慰めにもなりゃしねえよ。じゃあ俺が食ってもいいか。ダメに決まってんだろ。ったく、しっかり味わわないとな。それじゃ、いただきまーす。切なそうな目で俺を見るな。ってシリカまで残ったのこの一切れだけなんだぞ。俺が取ってきた S 級食材なのに。また取れるんでしょ？コツをつかんだとか言ってたじゃない。ああ取れるさ、取ってやろうじゃねえか。だからこの肉はくれてやるよ。と出会う前だったら好きになってるかも。ねえクライン、手に入ったらいつでも声をかけてね。とびっきりのフルコースをご馳走しちゃうから。
その時はよろしく頼むわ。